ああ、ようやく見つけた。ここだ。ここは研究室かしら。正確に言うと、とある蛇の信者たちが今夢に見ている研究室だ。蛇の信者、彼らは数十万人もいて、全世界の各分野で活躍してるってジャッカルが自慢げに語ってたけど、どうやらそれは事実のようね。具体的な数字はわからないが、孫子が戻ってきてからヨルムンガンドは情報提供者に困ったことがない。喜んで助けてくれた者もいるが、もっと多いのは集合的無意識というものに従うやつだ。特に精魂の強さと意志の弱さにあまりにも差があるものにおいてはな。さて、ジャッカルとハイヘビだけが興味を持つような話はやめよう。行こう、私の店で一杯飲むぞ。冗談じゃなかったのね。ん？お願いだ、ライデン・メイ。私が何か飲みたいと言ってる時はいつだって本気なんだ。分かってるだろ？座れ。何か飲みたいものは？ミルクで。本気か？殺菌済みで無脂肪、バーに来た未成年者に飲ませるにはぴったし。そう言ったのはあなた自身よ。お前って結構根に持つタイプなんだな。どうぞ。レインボーミルクだ。天然着色料と特別に DHA と植物性カルシウムも入れておいた。お前の成長の味方になるだろう。ミルクを使った特製ドリンクね。クーのアイディアだ。作るのは結構面倒だが、今は夢の中だからな。手間が省けた。意外と口当たりがさっぱりしていたわ。もっと褒めてもいいぞ。けど、渡りガラス、この味覚も夢の中にいる造物との交流によるものなの。相変わらず鋭いな。こう言おう、ライデン・メイ。お前が今感じた味覚は、そのほとんどは私の味覚だ。もしくはもっと正確に言うと、私が記憶している味だ。なるほど。夢を通して互いの経験と感覚を共有するってわけね。確かに今までにない体験だわ。ほら、安らかな夢にも小さなサプライズがあったりする。そうだろ、バタリガラス。まさか今さらヨルムンガンドを代表して私を説得しようとしてるんじゃないでしょうね。まさか私を買いかぶりすぎだ。
ただ最後の一杯ももうすぐ終わる。そうだろ。ところで、ここは私たちの初対面の場所だったよな。そうなるわね。あの時、私たちはお互いに注意を向けてはいなかったけど。そう言うと思ったよ。何事も譲歩しようとしないお嬢様。どうだった？この半年間の蛇と共に暮らした生活は楽しめたか？それはどうでしょうね。でも少なくとも友人はできたわ。そうか。あなたは？私？私ももちろん楽しかったよ。けどお前がそこまで言うなら、もちろん選別を受け取ってもらうぞ。どんなものか分かってるよな。問題ないわ。制服の雷はもう一度勝つことを拒んだりしないから。そう？ここは楽園とは全く違う元凶だ。あまり油断しない方が身のためだぞ。雷の律者。待っていたぞ。吠えなさい、栗から。お前が選ぶ道を見ていると、いつも感心してしまうよ。だが、理解してもらわないとならない。お前がヨルムンガンドを抜けた瞬間から、組織の誰もが、お前にとって敵となる。少し休んだら、第2段階と行こう。食らってみるか。おい、ちょっとは私の機嫌も取ってくれないか。一刀両断。
降参だ降参。楽園にいた頃より今のお前の方がずっと強い気がするぞ。そう、むしろ相手が思いっきり戦わなかったせいだと思ってるけど。それはどうだろうな。すまないね、メイお嬢様。悪いけど、北辰一刀流の伝承者として同じ手に二度もやられるわけにはいかないわ。いいだろう、この手もダメだったとはな。私が負けを認めれば、誰かさんならきっと油断すると思ったのに。忠告してきたのはそっちでしょ。ヨルムンガンドを抜けた瞬間から組織の誰もが敵となるってな。傭兵の肩書きを持つナターシャさんの前ならなおさらよ。そうでしょ。参ったよ。はいはい、今度こそ手札を全部使い果たしたよ。うまくいけばこのままお前をニューアトラに連れて行こうと思ったんだがな。ニューアトラ？成婚計画を実行中の人々が生活する場所だ。クーもそこでのキャンプを楽しみにしてる。全員をそこに移すほどヨルムンガンドは優しくないはずよね。全くもってその通りだ。普通の奴らはおそらく蛇が織りなす夢に入り、そのまま眠るだろう。アポニアならこのやり方に賛同するかもしれないな。そうだろ。だけど私は彼女じゃないわ。少なくとも私は自分の力。ライデンメイ、どうかしたのか。この力はウサギ。大丈夫よ、渡りガラス。結果的にあなたと彼女は貸し借りなしになった。それでいいと思わない？ごめんなさい、迷える子よ。この強制的な夢の中であなたは遥か向こう岸まで漂い、知ってるのによくわからない自分に会うでしょう。でも怖がらないで。そこであなたは一番大事な人と再会する。そして彼女と共に幻想の中にのみ存在するはずだった新しい明日を作るの。だって人類の最低義より世界の最低義の方が
ずっといい選択肢でしょ。おやすみなさい、ライデン・メイ。あなたとあなたの仲間にいい夢を。エリの姉ちゃん。ん？